ウィークデーだったら多分何回でも。
高野仕事してんだいつも。その日休みずにはいいんだから。場所は、まあ、結構まあ、いやもう12月14日は固定ね。あいつね、まあ、一応1年経ってたからその間にほらスマホもあるじゃないですか。じゃあ高野、ここで高野よ、決定発表して、決定を発表して。決定は12月14日3時、3時、うん、いいね、いいですか、はい、それで、それでやります。